シャロークランク、ミッドクランク、ディープクランク、バイブレーションに共通の4色が増えました。で、まずこれ、ゴーストアユですね。いわゆるオーソドックスなゴースト系のアユカラーです。で、まあ膨張色、水の中で膨張して見えるので、ちょっとした濁りの中とかでも存在感を出しやすいっていう、まあ元々あるアユカラーと使い分けで使ってほしい色ですね。あっちの元々ある方のアユカラーが結構クリアウォーターに強い色ということなんですけど、こっちはその濁りの中でもアピールできる色です。当然でもすごくベーシックなアユカラーなので、どこでもオールマイティに使える色です。で、次はこれマットブルーバックチャートですね。で、ブルーバックチャートもオーソドックスな強い色なんですけど、マットカラーにしたのは水中の中でマットカラーって色がぼやけずにしっかりキュッとはっきりして見える色なんですね。なのでその青とこのチャートのコントラストをこうやって色覚変化をはっきり出させてあげたかったので、あえてマットカラーを採用しています。で、ここにドットがあってお腹の部分にオレンジがあるんですけど、ここもロール、ウォーブル、まあクランクだったらウォーブルですよねとかした時に、まあストライクドットの意味もあるんですけど、色の変化をより多く出してあげたいという、そういう感じでできたマットブルーバックチャートです。これホロブルーギルです。まあホロ系のブルーギルカラーなんですけど、これはその全体がメタリック系のカラーでよく光る色なんですよ。プラスこの縦縞、あとは背中のグリーンとお腹のオレンジっぽい色とのコントラストで光りつつも色の変化、色のパターンの変化ですごくリアクション効果の強い色です。で、当然琵琶湖とかみたいなところだったりブルーギルパターンみたいなのがハマるような状況でも使いやすい色なので、これですよ、マットパールシャッド。これはね、まあ、テネシーシャッド系の色なんですけど、あえてマットカラーにしたのは、そうですね、これとの対比。ゴースト系は膨張色でぼやける。だけどマットは水中できちっと輪郭が出やすい。なので背中がまあ黒系の色、黒、白のコントラストをはっきりさせた上で色覚の変化を出してあげたいということなんですよ。なので、パッと見魚っぽい色ではあるんですけど、非常にアピールの強い色です。だから水中で泳がせてるのを見ると微妙にパールがかかってて、まあなんて言ったらいいんでしょうね、マットでありながらも微妙に光る感じがあるんですね。だからすごく水中でビカビカっと見えてくれるんですよ。だからこれは濁ったところでもクリアでも使えるんですけど、強いナチュラルテイストなんだけど非常に強い色っていう感じの色です。そんな4色がこのクランクベイトバイブレーションシリーズに入りました。